東京が今度は鎌倉幕府に殴り込み、ラップバトルで将軍執権切りとなるか。実況は私 DJ レフリーがお届けします。ではまずサビで将軍と執権をチェキ。ヘルタマよりインサメトモー、ドジちょっとそっち行ってハケろよ。まさよしやつのよりだな、バカ押し出すゆえときなや。まさむらうれさまおろむれのぶんひろばとバカさまあきもり。将軍執権勝負して、鎌倉幕府に必ず勝利。なんと執権は共通してる、北条時を除いておぼるのか。さあ登場源頼朝。おい友、おい友、良い男源頼朝。俺が三条だ、強さダントツさ、撃兵士倒すダウンの裏、関東がいい場所、気づくいい箱、行ったのコケザコシカト。俺が開いた鎌倉幕府、ラップかます、お前泣かすか殴る。兵士を倒した壇の裏、弟に任せて反則じゃん。実際お前腰抜けペーペー、彼らに感謝、義経弁慶。各地に設置守護地頭、軽視するはそれすごいの。御家人止めに来ても構わない、俺御家人にはかなわない。おい聞け、二代目より家気合で芝居てやるよ、ゴミ見て。三代目されども晴れ物ざれ言ばかいてそかせえぞよ。源氏三代をやっつけた、この調子でとどめさしちゃえ、相手は北条家。北条時政バッサリ切るからそこどきなさ、頼朝超大事って思って助けた断る正代執権。俺が二代目執権義時、小ケオに追い込みかけお仕置き、政子の弟の凄さ、チェキ人に冬打ちさ上級のラン。相手は小戦朝廷、後継王が頂点さ、かける当選ってか後から姉貴と父に追放してる、あんたら家族は見にくいぞ。俺たぶんよりインサメトモドジちょっとそっち行ってはけろよ。まさよしやつのよりだな、バカ押し出すゆえときなや。まさむらむれさまもろむれのぶんひろばとバカさまあきもり。将軍執権勝負して、鎌倉幕府に必ず勝利。後継はここまで源氏三代と執権二代に勝利、ただ次のやつ来い、北条泰時。三代執権北条泰時、万歳してとうとう勝つ時、しょうもないこんなら乾杯。俺正代ロッケ腹短大、小競り合い避けるべきの栽培、四季も靴ごたの再会。一人見つがせる命見比べる、武士中心お国中に。武家社会の慣習と道徳、勝手に決めて大衆を統率、無理やりじゃん強制気味の法律別名上映式も、みんなを血迷わせる多すぎ51か条。おととい恋勝利ほど遠い、実績はこの方のみ。四代執権常時、弱みつけ込みすかさずデコピー。五代執権時より一人ぼっちにさせ落ち込み。六代執権長時、雑魚登場なら良いじゃあまたの日。七代執権政村、このガラクタただただ叩くわ。ヘルタマよりインサメトモ、ドジちょっとそっち行ってはけろよ。まさよしやつのよりだな、バカ押し出すゆえときなや。まさむらむれさまもろむれのぶんひろばとバカさまあきもり。将軍執権勝負して、鎌倉幕府に必ず勝利。テンション高い後継よ、ちょっと落ち着け、次北条時宗。八代執権時宗が相手公に言うこち向け、この腰抜け、まるで原稿のように追いやる、食らわす原稿。一船酔いで吐いたり、文英公案貸し出し、おかめにどうも見事に日本を守ったヒーロー。原稿の勝利は天候の調子、暴風が運よく来週防止、台風に弾かれなめだめにさせて、諦めさせたのは神風。竹崎末永頑張った御家人、領地をあげたかいや、だから揉めに揉めた来週号。ご恩なく不満のやつ大集合。10代執権定時、9代天以下だから黙っとき。10代執権もろとき、うまいんで心ボロボロに。11代執権宗信、無名よすげえよく詰めとけ。12代執権広時、こいつ居残り、他とは見劣り。ここで後継はこっちに寄ってきた。どうしたか。これが鎌倉六仏教とその創始者、重要だから覚え方を考えて。いきなり、じゃあ、あの創始者と仏教の頭文字を取って、北条新城一時日々営利どうぞとか。めっちゃいいね。
でいいのかい。13代執権元時つまんない消えろよしょぼい。14代執権高時もう躊躇ないぜ邪魔の人。15代執権貞昭蹴って彼方に行って儚い。16代執権森時おしっぺ伸び伸びおしおき。夜たぶんよりインサルイトもどにちょっとそっち行ってはけろよ。まさよしやつのよりだがバカ押し出すゆえときなや。まさむらむれさのほれほれ道具ひろばとバカさのあきもり。将軍執権勝負して鎌倉幕府に必ず勝利。なんと後継王が源氏三代そして執権16代家に成功。インタビューしに行きましょう。皇さん執権って何に出るんでしたっけ。執権は執権に出るかもよ。つまんねえ。ぶちのめすぞ。